暑まだ6月だからいらないよ。いやでも今年はちょっと早いでしょ。いや大変なことになるよこれから。電気代が大変なことになるから。いやーよこせよこせ。こんな時間からもうつけてたら、うん、うちの家計はもう大変なことになるから、ちょっと待ってて。え？どういうこと？涼しいの買ってくるから。ほんと？うん。行くぞ。なんか、大げさじゃない。あ。買ってよ。早いぞ。めっちゃ早いぞ。こんにちは。あやパンです。じゃ今日も2人でお話ししていきましょう。はい、まあ、でも早速ねひょんちゃんも暑い暑いって、うんうんうん、まだ6月のでも今年はちょっと早いでしょ。今30度超えてますから。そうだよ、ちょっと暑いからみんなエアコンつける方が。何月まで暑いと思ってんのよ。絶対いいよ。いいんだけど家計が大変なことになるからお金がねどん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 出ていくから買ってきた。死んじゃうよ。え？死んじゃうよ。死んじゃわないように買ってきたから。そう本当よ。これあれ死んじゃわないから。え？早速やっていきます。はい、はい、じゃあまあ韓国もさ、うん、暑いじゃん。どう日本の暑さと韓国の暑さどう違う？韓国も暑いけど、うん、ちょっと日本の暑さは蒸し暑いよ。ジメジメする、なんかベタベタするやつ、うんうん、そうそうそう。韓国はもっとそういうのはない。暑いは暑いけど あるけど、日本がちょっともっと蒸し暑い。湿気が多い、うんうん、なんかよく聞くよね、日本の暑さそういうの。あそうそう。まあ、でもね、日本も昔から暑さをしのぐ方法がいろいろあるわけよ、うん。韓国もあるよ。どういうことするの韓国夏は、うん、まあエアコンつけるの当たり前として。当たり前だけど、もう扇風機とかエアコンも当たり前だけど、うん、なんか食べ物があるでしょ。食べ物、うんうん、冷たいもの。だから冷たいスイカで、うん、オレンジジュースとか、うん、サイダーを入れて、うん、食べるものがあるよ。こう入れて あれか、スイカを器にするってこと。パッチェと言いますけど、こんなもの食べたり、うん、燃料年々 ね、 ですよね、うん、まあそうね、日本もそうだね、うん、だいたい日本の夏はそうめんか、うん、あそうだね、そうそう、うん、あれ最近は冷やし中華とか。あ、冷やし中華も、うん、なんか冷たいものを食べる、スイカももちろん食べるし、あ、まあ、食べ物とはそうね、うん、あと ない、日本はね、道路にお水まくとか。あ、同じやる、うん、あ、そう、あれほんとすごい涼しくなるみたい、うん、韓国もやるんだね。やるあ、でもさ、韓国はアパートがもっと多いじゃん。あだから、その入り口門、あもう門も開けてすぐそこに、家開けた玄関にまく、うん、日本はそっか、あんましないから、それは、うん。でも住宅の家は全部開けたじゃなくて、うん、腰は開けて見たことあるよ。あ、もうドアを開けてとか。あ、そうそうそう。いや、まあ日本もやる、うんうん、まあいろいろ方法あるんだけど、うん、最近はこういう便利なグッズがたくさん出てるんですよ。夏を過ごすための。嘘つけ、それがエアコンより涼しいの？エアコンより涼しいでしょう。なあ、信じれない。エアコンより涼しいかわかんないけど、まあまあちょっといろいろ買ってきたから、うん、紹介しましょうよ。たくさん買ってきた。これは、おお。いいかな。まあそれはさ、まあ、当たり前じゃん、うんね、俺はもうなんていうの、うん、首からかける。最近さ、まあ、ちょっとさ、うん、前から韓国の、うん、手に持つ扇風機とか、うん、あそうそうそう、日本ではめっちゃ流行ったんだけど、ね、去年の夏ぐらいからすっごい流行って、それの、うん、まあ、進化したバージョン。首から下げる、もう手に持つどころか、あちょっともっと便利になっちゃったね。そうそうそう、手が開くっていうね。もうこんなのも絶対涼しいじゃん。そうだね、それは絶対涼しいよ。そうでしょ、うん、もうこれもう電池じゃなくて充電できますから、うん、これはもうずっとからエアコンなんかつけないで、ひょんちゃんはちょっとこれもしかして広告広告とか僕らもらったことないんで。そんなお話来たことないんです、うんうん、すいません、はい、だからこれをもうぶら下げて家でいただけばいいじゃん、うんうん、あ、そうなんでしょ、うん、あ、これはね、かわいい
これはこれはね、ただの布なんだけど、うん、水に濡らすのよ。え、水に濡らす、これをね、うん、水に濡らすの。水びちゃびちゃするの。そんで、うん、こいつみたいに首から、うん、首に巻くわけよ、うん、そしたら涼しい。あー、それとそれが何が違うの、うん、全然違う、もう経済的に違う。もうただだよ、こんなの。ただの水さえあればただ永遠に使えるから。ただびちゃびちゃして巻いとく。これも、うん、いいかな。これも涼しいでしょ。ちょっとわかんないよ、今は。何それ、これ、ね、うん、シャツクール。え、その名の通りシャツがクールになるんです。どうやって？これを着てる服に、うん、あシュッてひっかけたら、うん、スーよ。何だっけ、スー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 するわけ。涼しくなるわけ。あ、そうなんだ。そうそうそう。とかこれも、うん、まあ、外出るときとかさ、うん、こういうの使えない人とかいるじゃん、仕事してる人とかは、うんうん、まあ、もうこれをシャツにかけるだけで、うん、スーよ。スーちょっとわかんないけど、スーよ。そうそう。なんで、うん、かわいいな。これはもっと、あー、そうだね、これ永遠にこうやって手でシュ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 ってやっとけばずーっと回ると。その代わりこれは、うん、それ分疲れそうだけど。それはあんまり期待がないよ。これはやる、やるがやるだけ熱くなりそうだけど。うん、これもあるわ。でも僕がね、うん、やっぱ一番、もうこんな本当は僕はいらないんですよ。これ本当にもうこれだけあればいける。もう日本の夏って言ったらね、はい、これですよ、風鈴。なんで これさあれば、もう日本人は、うん、もうこんないらねえ、本当は、ね、本当この風鈴。本当ですか？いらないですか？風鈴さえあればもう日本人はもうどこでも涼しく生きていける。うん、知ってますか、風鈴。日本、韓国、お母さんの家で見たことある。韓国にはあるんですか？ないね。ない、うん、でもお母さんの家もあるでしょ。ある、うん、あれはもうちょっと高いやつだけど、これは100均で買ってきてるんだけど、うんうん、もうこれさえも僕は正直こんなもんはね、本当に日本人の家庭で全部ある？ないです。私たちの家はないんですけど。最近は皆さんの家はどうですか？最近はほとんどないです。あ、そうなの？ほとんどなくなるの？ないです。結構、まあ、お店とかはよくあるね。ね、とかやっぱりさ、夏の雰囲気が出るから、うん、風鈴は。チリンチリンっていう。あ、なんかその音で思い出とか、夏でイメージしたら、フリとか、そんなものやっぱ日本の夏って言ったら風鈴なんですよ。うん、あのこれはね、あればもう僕は大丈夫じゃないかなと思ってますけどね、正直。僕、ひょんちゃんがいるから、もう僕はエアコン、まあ仕方がなくつけてるけど、本当はもう僕はこれだけで生きていけるんじゃないですか。ちょっとやってみようか。やってみる、うん、じゃあ、ちょっと家でやってもさ、うん、あんまり意味なさそうだから。え、ちょっと外でやるの？今から。暑いじゃん。いや、だから暑いからこれを試しに。なんで家でやってもいいんじゃん。いやいや、もっと外は暑いよ。もっと暑いとこに行ってチャレンジすんの。いいからちょっとついてきな。どういうこと？今から行くぞ。助かって助かって。なんか大げさだ。行くぞ。なんか変わったよ。はい、ということで今から行けます。ヤッパンが先に行ってしまいました。ヤッパンのところに行きます。ヤッパンを信じてとりあえずついて行ってみます。今年の夏は早く来て夏を涼しく過ごす方法を知っておくといいと思います。着いた。着いたね。どう？田舎の匂いがいいね。懐かしいな。あ、そう。うん、なんか久しぶりにその匂いがするから。緑ばっかりじゃん。なんもないね。いいね。行ってみようか。いいよ。わ、すごい、めっちゃ綺麗。皆さん、次の動画で一緒に確認しましょう。じゃあ、それでは。
またねー。